はい、今日はですね、フライデーデジタルの記事を読んでみようかなと思うんですけども、あ、こんなんがあったんですね。佐川前長官も太田局長も裏切る、官僚たちの安倍切りが始まったということなんですけども、記事としてはね、2018年の3月23日なんで2年ほど前のものなんですね。こういった記事も上がっていたんですね。あ、これは、まあ、太田理財局長ですか。最近も予算委員会にね、何度か出てきてらっしゃいますよね。あの、これは確か、森法務大臣の、あの、例の、黒川人事について証言されていたのかなってとこですけども、この人もね、食わせ者というか、誠実なのか何なのかよくわかんない方ですね。で、財務省の文書改ざん事件を震源地とし、霞が関が大きく揺れているという記事です。まあ、古い記事なので、この頃にね、本当にこの、皆さん裏切っていたんだとしたら今頃事件は解決してるんだけども、裏切ったわけでも何でもなくって、結局同調して安倍総理を擁護してですね、今に至るということなのかなと思いますよね。記事を読む意味は今あるのかなと思いますけども、財務省にはガサ入れがって書いてますけども、こんなことあったんですね。ちょっと読んでみましょうか。財務省内に官邸、そして自民党に対する不満が充満しているんです。あ、なるほどね。なるほどなるほど。おそらくなんですけども、財務省はこの時点で官邸の弱みを握ったんでしょうね。自民党とか弱みを握ったってことなんですよ、この盛りかけ問題に対してね。まあ、ですので、断るごとに官邸が財務省に強く出ようとしたりね、まあ税金を上げないようにしようと思えば、財務省がいやいや、だったらスキャンダル起こしますよみたいな感じで脅しているっていうことなのかな。要するに財務省が最強の官邸以上の力を持ってしまったっていうことなのかなと思いますよね。そう考えるとちょっと辻褄が合うというか、まあちょっとね、そうなのかなと思いますよ。だからね、官僚が総理とかね、官邸以上の力を持ってしまったみたいな、そんなね、考え方がありますけども、私は未だにそうじゃないんじゃないかなと思うんですよ。結局は財務省をはじめ官僚の皆さんはね、官邸がどういうふうに、したら喜ぶのかなっていうことを、いわゆる忖度して、まあ、業務に当たってるところがあると思うんで、国民に誠実にやるぞとかね、国民の生活を守るぞっていうふうに官邸とか総理がメッセージを出せば、多分財務省の方としてもそっちの方に動くと思うんですよ。例えばね、まあ、総理になった人が MMT 理論を強く推し進めようというふうな政策を取れば、財務省の皆さんも、はい、やっとこの時代が来たかってことで、現代貨幣理論に合わせた財務をしてくれるんではないかなと思いますよね。 大幅な財政出動とか、あとは輸入をどん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 してですね、その支払いを対外資産によって相殺するみたいなことをして、どんどんね、日本の労働者のね、環境を良くすると思うんですよ。私はそう思うんですよね。ちょっとこの記事から離れるんですけども、今ね、対外資産って日本って360兆円ぐらい持ってるそうなんですよ。ですから、日本の一般会計の3年分をまだ余るぐらいですよね。これどういうことかっていうと、3年間日本人がビタ1問働かなくてもやっていけますよってことに取れるんですよ。もちろん細かい部分では違いますけどもね。で、輸入品をどん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 買って、輸入によるまあ、エネルギーですとかね、サービスとかを受けて、日本人は全く払わないと。じゃあどうやってその支払いを、輸入した商品の支払いとかをするのかっていうと、対外資産と相殺してくださいって形でずっとね、対外資産を減らしながら、どん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 日本に、物とかサービスとかね、情報を輸入していくって形をとっても全く困らないんですよね。まあ、ですので、今、私たちがね、例えば、アメリカからオスプレイを買ったとか戦闘機を買ったみたいな話がありますよね。で、何十億円何百億円ってお金使うわけじゃないですか。でもそれは対外資産から相殺してくださいっていう形なら全く困らないんですよね。で、反対にアメリカっていうのは1000兆円以上の対外、借金があるんですよね。債務が、対外債務だから借金が世界中に1000兆円もあるわけですよ。アメリカなんて借金で首が回らない国なんですよ。まあ、そう考えると、早くね、戦闘機でも何でも売りまくって借金を消したい、そしてプラスに持っていきたいと思ってるはずなんですよね。ドル高に誘導したりとか、そういうふうな形で世界中のどっかに戦争を起こして、自分は参加せずに武器だけを売っていくみたいなね、そんな構図も取れるわけなんですよ。まあ、アメリカっていうのは建国以来 95% ぐらい、歴史のうちのね、 95% ぐらい戦争をずっとしてる国で、本当に軍需産業で人の死によって成り立ってるようなところもありますしね、結構過激な戦闘主義者なのかなと思います。まあ、ちょっと中国もね、一部そうなのかなというところがありますけども、よくわかんないです、その辺に関しました。ちょっと話がだいぶ飛びますので戻しますね。今回の記事っていうのはだいぶ古いものなんですけども、ここの記事から読み取れるのは、森友問題で
弱めを握った財務省がもう官邸を意のままに操っているという構図も成り立つかなっていうふうな話に私はねまとまってきたのかなと思います。詳しいことはこの動画を見たね詳しい方がぜひコメント欄で書いてください。私にいろいろ教えていただければ幸いでございます。それでは古い記事だったんで、申し訳ありません。ちょっとねなんだこれはと思って、見てみたんですけども2年前の記事でございました。